久保さん、僕、カンパチ先生知らなかったですね。今ちょっと YouTube で調べてみたらありましたね。もう全く一緒ですね。<laughs> 売り二つ一緒みたいな。すげえなと思いましたけど。今度はね、カンパチ先生に出てた、その、川谷さんっていう、川谷拓造さんにしましょうか。はい。まだ川谷拓造さんの気持ちはどういう感じだったんでしょうね。 まあ,ね、まあ多分パクリ番組っていうのは知ってたと思うんですけどそのパクリ番組の主役として抜擢されるわけじゃないですかどういう心境で、えー、役を演じてたのかちょっとね分かんないですけどもただこの川谷拓三さんをちょっと調べてみるとまあいろんな映画だったりとかまあ仁義なき戦いだったかなまあ薬剤映画だったりとかまあいろんな役を演じてますでまあその役を演じる時って自分って自分 がどうのこうのではなく、その役はどういう役柄なのかで役にこう入っていくわけですよね。よくまあネットビジネスとかで、あの苦手なんですとか嫌いなんですとかそれはちょっとできませんとかあると思うんですけども、役者にそれは通らないんですよね。どんな状況でもこの役に入るんだったらその役を演じきるっていうのが役者魂というかね、役なんで、多分川谷拓三さんも、 あのー、もう多分亡くなられてると思いますけども多分まあこの役をやることによってうんまあいろんな葛藤はあっただろうけれども多分やりきったんじゃないかなと思いますいってらっしゃい